はい、だけで今回は、東松山駅ですかね、最寄りはの、バンダイナーさんにお邪魔しております。見てこのお店の雰囲気、めっちゃ可愛くない？最近私はニューヨークにとってさ、今日本に帰ってきてるんやけどさ、なんか日本におらん気分になるんよ超ザ・アメリカンダイナーって感じ。しかも私の好きなバックトゥーザ・フューチャーのグッズもめっちゃ飾ってるんよ。私はもうちょっとこの時点でもうまた通いたいって思っちゃったよね。で、今回は、そのお店の雰囲気もそうなんやけど、すごくない？この量。ステーキプレートって言ったらいいのかな？ポテトとステーキとお米。総重量が4キロの、チャレンジメニューになってます。もともとね、もうちょっと少ない量やったんやけど、わがまま聞いてくださって、ちょっと4キロに今回増やしていただきました。これさ、見たことある？こんなタバスコ。すごくない？これ。見たことないタバスコめっちゃ置いてあるんよ、このお店。味変もすごいたくさんいただいたし、あと、めっちゃ美味しいお塩とかもいただいてるから、ステーキソースもね、いただいてるんで、こういうの使いながら、楽しみながら食べていきたいと思います。飲み物はコーラいただいてるんで。かわいい。ちょっと私今日このお店が好きすぎてテンションめっちゃ上がってるのは多分伝わってると思うんやけど、すごいいい。めっちゃ素敵。とりあえず食べな始まらんので。調整していきたいと思います。頑張りましょう。景だけでもう超素敵なお店なんで、もう初めに言っとく、みんな近くに来たらぜひ遊びに来てください。だけで総重量が今回4キロ、頑張っていきたいと思います。チャレンジスタートまで3、2、1、いただきます。とりあえずさ、ソースとか何もつけずにステーキ食べてみようよ。今回は、レアで焼き方お願いしてるんやけど、待って、めっちゃ柔らかい。見て。めっちゃ美味しそうじゃない？いただきます。噛み切れるもん。うわ。美味しい。新玉？っていう部分のステーキで。すっごいさっぱりしてる。おいしい。な、これはめちゃくちゃおいしい。今度玉ねぎ、これ玉ねぎ絶対美味しい。ステーキソースかけちゃおう。ソースにも玉ねぎ、ニンニクも入ってるのかな。あ、このポテトめっちゃ美味しい。言っていいんか分からんけど、マクドのポテトや。塩加減がぶっちりです。タバスコ好きとしてはこれ使いたいよね。ステーキのために生まれてタバスコって感じがする。タバスコのガーリックソース、
うん、うわ、おいしい。このお塩、おいしい。いろんなお塩食べてきたけど、めちゃくちゃおいしいな。うん、うん、お肉と合うことで味が変わるかもしれない。え、おいしい。よいしょ。このステーキすごいのがさ、もう途中まで切ったらさ、裂けるよ、もう。すごくない？裂けるステーキ。よし、オッケー。もうナイフはいらん。よいしょ。玉ねぎ甘っ。こんにちは。改めましてエビマヨです。何を話そうかな。そう、今回のこのお店バンダイナーさんね、もうね、私ね、多分知ってくださってる方は知ってると思うんやけど、もうね、バックトゥーザフューチャー大好きなんよ。ユニバーのあのバックトゥーザフューチャーのアトラクションがね、なんかもう復活したんじゃないかなって思っちゃうぐらい、もうすっごい嬉しくなっちゃって、好きなものに囲まれてる空間っていうものはいいよね。そんなさ、素敵な空間の中で食べるこの美味しいご飯はね、格別に美味しさを感じるよね。だからもう本当にみんなが想像するような、もうアメリカのシェイクっていうの、なんていうの、あの上にさ、生クリームたっぷり乗ってさ、さくらんぼが乗ってる感じのシェイクとかもあったりするし、ハンバーガーとかもめっちゃボリュームあるし、いや、私はまたこのお店食べに行きたいな。というわけで今回は、そんな素敵なバンダイナーさんのチェンジ、引き続き楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。以上、エビマヨでした。じゃあね。よいしょ。うん、
玉ねぎでご飯いけるわ。マジで。ちょっと来すぎやな。残り大体あとポテト。ハインツのケチャップ久しぶりにこのケースも見た。私ケチャップハインツ派でさ、ずっと買っとってんけどさ、最近なんかパッケージ変わったんよ。これも私めっちゃ好き。なんでさ、マッシュポテトはさ、あんななんかトロトロしたのにさ、ポテトフライはこんななんか食べるの難しいんだろうな。なんだろうね、このポテトの難しさをなんて例えたら伝わりやすいんやろうな。どこから。ステーキの上に方にあったポテト、めっちゃステーキの味する。美味しい。ここめちゃくちゃ美味しかった。いわゆるさ、日本のこの霜降りみたいな、刺身みたいなお肉とは真逆のさ、この赤身のさ、このステーキなんだけどさ、めちゃくちゃ柔らかいし、めちゃくちゃあっさり食べれるし、このお肉自体の旨味っていうのはめちゃくちゃあるからさ、お塩とかでシンプルに食べても美味しいし、
と濃い羽ね、あのソース、いろんなソース使って食べても美味しいし、お米にも合うし、多分パンにも合う。めちゃくちゃ美味しかった。ポテトはね、やっぱ私あの、いつか忘れたけど、結構前になんかポテト入ったチャレンジメニュー何個かやっとったと思うんやけど、そっから1年間ぐらいに私ね、そういえばポテト食べてなかったんよね、チャレンジメニューとかで。すっかり忘れとったけど、やっぱポテトってすごい。美味しさとは裏腹にね、すごいわ。チャレンジメニューっていうか、このお料理自体もそうなんやけどさ、ちょっとね、私ね、このお店がちょっと好きになりすぎたわ。あの、お店の雰囲気といいね、お店の方といいね、本当に素敵な方ばっかりなので、東松山駅、そうから歩いてね、な地図では8分って書いておったけど、もうちょい早く着いた気がする。全然歩いて来れる距離なんで、ぜひね、近くいられた際は遊びに来てみてください。他のメニューはね、他のっていうかあのハンバーガーとかもあるし、あとはあのシェイク、ミルクシェイクとかもなんか有名みたい で、あとドーナツとかデザート、甘いものもいろいろあるし、なんか本当に多分みんなが想像するアメリカのダイナーみたいな感じのメニューがいっぱいあるので、ぜひね、一度遊びに来てみてください。めちゃくちゃ素敵なお店で、ご飯美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあね。